今回のカートップ TV は車好き大注目の最新 FR スポーツを徹底比較。トヨタ86とスバル BRZ、 マツダロードスターとアバルト124スパイダー、各社メーカーは異なるが、それぞれ兄弟車の関係にある。一体どんな違いがあるのか、ドリキンこと土屋圭一がチェックする。場所は筑波サーキットコース1000だ。皆さんおはようございます、今回のカートップ TV 兄弟対決、ご覧の通りです、アバルトとマツダのロードスター、そして、BRZ と86という感じで、どんな特性があるのか、どっちがいい車っていうよりもね、やっぱりこういう車になってくると、やっぱその味っていうものがあるので、FR の味をどっちの方が強く出しているのか、あるいはどんな特徴があるのか、そういったものを皆さんにご紹介したいと思います。マツダの誇るライトウェイトオープンカーロードスター、4代目は原点回帰をコンセプトにダウンサイジング。 1.5 リッター直四エンジンをフロントに搭載した FR、 車重1トン前後の軽快なハンドリングが一番の武器だ。フィアットクライスラーがアバルトブランドで販売する124スパイダー、マツダが開発と生産を行うロードスターの兄弟車。フィアット製直四ターボを搭載し、サスペンションはアバルト専用にチューニング。意外と違いのあるこの2台、さあ土屋さん、インプレお願いしますよ。さあ兄弟対決です。まずはマツダのロードスターから行ってみたいと思います。アバルトがね、どういう感じかっていうのは、これをベースとして見てくれたらいいと思いますよ。いい感じで頭入ってきますね。しっかりしてる。シャーシ剛性もね、すごくちゃんとしてる。乗ってて気持ちいいですよ。トップバッターのロードスター、いきなり大絶賛。どうでした土屋さん。安心感の高い FR スポーツだね。
1.5 だからパワーがなくてつまんねえって言わせない車、1.5 でも十分 FR を楽しめる車ですよ。これはいいね。じゃあアバルト行ってみます。さあ、この筑波線の見どころですけど、1コーナーとヘアピン、その辺の比較をしてみたいと思います。あとはもう最終コーナーの入り方ですね。 G がかかったままのブレーキングからの左ターンっていうね、あ、右ターンか、その辺がどうかな。ロードスターに比べるとアバルトの方が若干こう車が重いのかなっていうフィーリング。いいねこれ。普通に FR を楽しめる FR の良さがあって、で今みたいにドライバーが故意にちょっとこうフェイントを強くしたりきっかけを作ってあげたりすると、本当に FR 無駄を楽しみなさいっていう車ですよこれ。こちらもベタ褒め124スパイダー。そんなにいい車なんですか？400万高いって言わせない中身を持った車、400万でもいいやって買わせる車ですよ。買ってからこう、なんだろう、ユーザーを満足させてくれる中身を持った車ですね。これは面白い。スバル史上初の FR スポーツ BRZ 2リッター水平対向4気筒 NA エンジンを低く搭載し、低重心で意のままに操れるハンドリングが一番の売りだ。2016年にマイチェンされて完成度がさらにアップした。伝説の名車 AE86 のリバイバルであるトヨタ86、開発と生産はスバルが担当しており、パワートレインは同じだがデザインや走りの味付けが異なる。86と BRZ は久々に登場したリーズナブルな FR スポーツクーペだ。それでは土屋さん、ドリフトチェックもお願いしますよ。さあ、それでは兄弟対決で BRZ から行ってみたいと思います。
いいわ。これノーマルがね、ものすごくレベル高いところにある。足のね、質感がすごくいいよね。もうなんだろう、俺買ってもいじりませんっていう人にとっては大満足の足だと思いますよ、これ。言い方悪いんだけど、安っぽさがない。すごくいい。土屋さん、DRZ どうでした？これはね、高そうな車だなっていう質感だよね。その足回りがね、86BRZ が出た当初って、出してくれたことに我々はすごく感謝したんだけど、重箱の隅をつっつくとね、安っぽい足だなっていうのが本音だったんですから、それがね、すごくこう質感の高い足になってますね。あとはやっぱそのシャーシ剛性がしっかり出てるから、滑った後のこうアライメント変化、それがこう少ないから、カウンター修正が少ない。だからもう一発で決まって、もうその後踏んだで FR がケツが出てくれるっていうね。これはもう本当いい車、買ってよかったなっていう車ですよ。でノーマルで乗り続けたい人にとってはね、この足はいいな、本当おすすめです。さあ、それでは兄弟対決第2弾、BRZ 対86です。トヨタ行ってみたいと思います。の方がこうちょっとスポーティーな味付けですよ。 BRZ の方が大人な味付け、こうしなやかな、でロールもちょっと86よりもちょっとこう沈ましてあげて、ストロークを出しててっていう感じ。これもね、しっとりはしてるんですよ。だから BRZ と86って同じしっとり感を持ってるんだけど、大人な方向に振ったのが BRZ、もうちょっとこう沈んでくれてね、質感を出してる。これはそのしっとり感を出してるんだけど、スポーティーさを持たせたしっとり感ですね。土屋さん、 BRZ との違いはどうです？これはやっぱ兄弟だね。本当兄弟っていうか双子だよね。お姉ちゃんとお兄ちゃんって感じじゃない？どっちかっていうとスバルの方がお姉ちゃんで、これが双子の弟みたいな、そんな感じが。動きを作っちゃうとね、
その無駄な動き、FR を楽しむっていう動きを作っちゃうと同じ動きするんですよ。ただそこの違いっていうと、スバルの方が大人なこうラグジュアリーな味付けをしてる。これはロールをやっぱ抑えてるよね。だからスバルのロールの仕方とはちょっと違う。こっちの方が、ああなんか足変えたのかな、バネ1キロ高いのかなっていう感じ、そういう感じはしますね。さあ、アバルト対マツダのロードスター、軍配はどちらでしょうか。じゃじゃん。まあ明らかにパワーの差、もうこれはねしょうがないですよ。どっちも足シャーシー、これはね FR スポーツの動きをちゃんと持ってます。ただし、アバルトの方がやっぱりその存分に FR を楽しんでくださいっていう、そういうパッケージだよね。これは言い方悪いですよ、まあ、なんちゃってかなみたいなね。入り口は FR なんだけど、その後アクセル踏んでも吹けてこないで、エンジンがどん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 回転が下がっていくっていう、まあ、その辺がね、まあ、あんまり言っちゃいけないんだけど、僕はとっても好きですよ。これで松田が2リッター乗せてくれたらすごく褒める。だから今のところはバルトのこっちのパッケージとして、足回り車重でサスペンションからエンジンパワーからっていうと、アバルトの方が楽しめますということでした。さあ続いて86対 BRZ です。これはね両者引き分け。だってね、違いがないんだもん。だって本当にノーマルで買ってずっといじんないっていう人は BRZ がおすすめなんですよ。でじゃあ86はっていうと、あ86もそうだなっていう感じで、だからね、じゃあ年代分けするとっていうとね、その偉人内で乗りたい人のと、86の方がちょっとこう若者のやんちゃな人、コーナー攻めてロールあんまりしない方がいいよねっていう人で、スバルの BRZ の方はねすげえしっとりしてて、これがまたいいんだな。大人なんかだとこのしっとり感とストローク感とそのロールスピードはねたまんないね。だからやっぱりでその動き自体は FR なんですよ。でシャーシもエンジンパワーもそうだし、もうそこの微妙なサスペンションの味付け、そのストロークの差ですよね、そこだけなんで、本当にこれは軍配が両者引き分けでお願いします。思わぬ結果となった国産 FR スポーツサーキットテスト、兄弟車と言いながらもトヨタ86とスバル BRZ、マツダロードスターとアバルト124スパイダーには想像以上の違いがあった。だが自動車メーカーのスポーツカーへの思いはいずれも熱く、スポーツマインドに満ち溢れたマシンばかりだった。今後もカートップ TV では FR スポーツを追いかけていきたい。乞うご期待。